毎日ポチベ、はい、ポチベキ19年スーパーポチベティーチャー福地です。さあ今日の話なんですけども、今日ですね、ハスの花は泥水の中でこそ大輪の花を咲かせるというですね、お話をしたいと思います。ハスの花ってね、皆さんも知ってますか？あの素敵なね、こうハスの花、白い花、花なんですけども、この花がですね、普通の綺麗な水で育てたハスの花っていうのは小さくて、そして綺麗には咲かないんですよ。ただ泥水をすすったハスの花は、泥水を吸ってるにもかかわらずものすごく綺麗な、そして大きな花を咲かせるんです。それなぜかといったら、泥水の中に多くの養分が入っているので、綺麗な水よりもその養分を力に変えて、その泥の色ではなくて自分らしい素敵な綺麗な真っ白な色をね、咲くというのがこのハスの花なんですよ。これ仏教のね、言葉でもあるんですね。多くの泥水の中、多くのいろんな邪心だとか、多くの裏切りとか汚いもの、まあ、そういうものの中でも自分の清く正しい心をしっかりと持ち続けて磨き続けていく、まあ、これが悟りを開くというところにつながっていくんですけども、僕の解釈としてはですね、いい環境の中で大きく成功を収める人っていうのは少ないと言われています。逆境、家が貧乏だとか、学歴もないとか、病弱とか、そういう多くの逆境という名の泥がより自分を強く、そして自分がその逆境を乗り越えた時ほど大きな成功、大きな花を咲かすことができるというところにも僕はつながっていくんじゃないかなと思います。いい環境を整えて、で失敗をしないで生きてほしい、そんな風にね、子を持つ親は思うと思うんですけども、ただその中にちゃんと失敗をさせて、そして環境をただいい環境にするだけじゃなくて、厳しい環境下にも置いて、そうする、そういうところを超えてきた子供の方がより強く、より社会に出た時にメンタルが病まないで済むと言われております。ハスの花のようにね、多くの辛い経験だとか、多くのチャレンジをしてきたその勇気、そういうもがき苦しみながらも、その先にはあなたは大輪の花をね、咲かす、そういうチャンス、そういうストーリーが、僕がすごく、僕はこのハスの花を聞いて感じたことです。ハスの花のようにね、みんなで大輪の花をね、咲かせていきたいですね。いくら環境悪くても、自分だけは清く正しく綺麗な心で生きていきたいですね。僕もそうなれるように、これからも精進して勉強してまいりたいと思います。ということで、今日はハスの花は泥水の中でこそ大輪の花を咲かせるという話をさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。